皆さんこんにちは。今日は外食業の試験問題を読んで、3つの選択の中から答えを1つ選んでください。問題64。次の表から計算したルームレベニューとして適切なものを選び、64にマークしなさい。なお、小数点以下第2位は切り捨てとする。客室タイプ料、全客室、数客室利用数備考、シングルルーム12000円、150135、ツインルーム20000円、230定員利用、110シングルユース利用、90シングルユース利用、減額5000円、ダブルルーム18000円、50315、コンプライメンタリスリー室、あ、78.7%、い、79.5%、う、84.9%、え、85.6%。答えるはどちらですか？考えてください。では、こちらは問題を終わります。皆さん、次の問題を見てください。